キャロル&チューズデイストーリーオブミラクル、その奇跡への物語ボリューム2。音楽アニメーションのさらなる真髄に迫るべく訪れたのは、数々のヒット作品を世に送り出すアニメーション制作会社ボンズ。まあ音楽っていうものを描くと渡辺さんが言ったところから、おそらくこの企画は始まってると思うので、今回、まあ、それこそ英語の歌詞で全ての曲を作って、そのコンポーザーを世界中から集めて、声優とはまた別に歌詞もつけてっていう、ここまでの規模で音楽を描こうとする作品はまあ初めて。初めての音楽作品に挑むボンズ、その制作体制とは。まあ、各話数でアニメーターは大体20人から30人ぐらいで、そこの話数で、演出さんと作家さんと操作官さんがついて、全体で言うと、おそらく、いや50から100とかそのくらいの数になっていくんじゃないかなと。1話だと今8000枚ぐらい。通常はテレビアニメーションだと大体4、5000枚くらいかなと。通常のアニメーション作品よりも多くの作画枚数を必要とするキャロル&チューズデイ、その秘密とは。2018年10月都内のレコーディングスタジオ、熱心にカメラやスマートフォンをセッティングするボンズの制作スタッフたち、そして渡辺総監督。もうちょっと首下げていいよ、これでいいか。一方、控え室でキャロルとチューズデイの演奏シーンをチェックするこの2人、何者なのだろうか。楽しみですね、こういうの初めてなの。曲もいいし、普通に曲もめっちゃいいっていう、頑張ります。プロのミュージシャンを呼んだマルチカメラによる演奏シーンの撮影が始まる。特に演奏シーンをアニメにするのはなかなか大変でして、その、まあ、資料というか参考としてカメラ何台か持ち込ませていただいて、撮影して、でそれを一つのムービーにつなげたものを作画さん、絵を描く人に見てもらいながら作画するっていう感じですかね。キャロル&チューズデイでは、複数のアングルで撮影した実写映像を編集し、それをもとにアニメーションを作画している。キャロルとチューズデイのシンガーボイスを務めるナイア・セレイナの演奏シーンは、パフォーマンスや仕草、口元のシンクロの参考に、ミュージシャンたちは正確な指の動きをトレースし、作画するための下地となる。こちら雰囲気いいと思ってます。とあるレコーディングの一日、見学に来ているのは主演声優のこの2人。ベテランの人とかの脇が多いんですけど、主役は若い君たち二人にもかけたんで、よろしくお願いしますと。あの若者二人で行きますんで。今日本当にこうキャロルとチューズデイがこうレコーディングをしてるようにどんどん見えていって、心で分かるものがあって、音楽の力とかこうお二人の力というものをすごく感じました。私もアフレコでキャロルになれるように、そしてチューズデイを感じられるようになれたらいいなと思いました。二人がシンクロしていく感じというか、それがひしひしと伝わってきて、そのお二人の歌のパワーというか、それが凄まじくて、収録でもどん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 キャロルとチューズデイが
シンクロしていけるように 120% 200% くらいチューズデーで入れるように頑張りますのでよろしくお願いします。主人公たちのライバル、全世界オーディションで選ばれたアンジェラのシンガーボイスを務めるアリサがこの日のレコーディングのためにオーストラリアから来日。歌は、まあ、ちっちゃい頃から好きで、まあ、歌もダンスもやってきたんですけど、活動も本当1年ちょっとぐらいしかやってなくて本当に緊張してます緊張してるんですけどすごい楽しみでもあります。ちょっともう一度前、はい、レコーディングを聴きながらコンテを書く渡辺総監督、さらに物語は広がっていく。これもうちょっとこっちに取る。はい、はい、じゃあテイク2撮ります。もちろん歌唱シーンは作画のためのマルチカメラによる動画撮影、そして見学に来ているのはアンジェラ役のこの人。これからお世話になります、アンジェラ役の上坂すみれです。あ、アリサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。実際にこの作曲自体はその北欧の DJ のリドっていうアーティストに書いてもらって、最新の洋楽って感じがすごい本格的。はいチーズ。はいチーズ。今日はアンジェラの歌を歌ってくださる方に初めてお会いするって、すっごくかっこいい歌を、そして曲をこう歌ってくださっていて、今日の歌の完成形を聞くのが楽しみです。そしてアレコも頑張ります。ついにキャロル、チューズデイ、アンジェラの3人の声優シンガーが揃った。なんか思ってた以上に話しやすくて、すごいなんか絆生まれちゃったよね。仲良しです。We're bonding. Okay. 一緒にお弁当も食べれて、ね、いろんなアトランタの動物の話とか、そうね、日本のねタヌキの話とか。はい。なんかこれからもまたレコーディング何度かあると思うので、その時また会えるのが楽しみです。楽しみ。楽しみ。楽しみに。キャロルチューズデイ。楽しみにしててね。さらにこの3人の他にどのようなキャラクターが登場するのだろうか。キャロル&チューズデイの世界観の中にはいろんなアーティストがいて、例えばキャロル&チューズデイが憧れているキャラクターだったり、もちろん男性 のキャラクターもいますし、もう本当にちょろっとしか歌わないようなキャラクターも出てきますし、ただそれもちゃんと丁寧に作ってるというか、フェスに行っていろんなアーティストを見る感覚で楽しめると思います。踊りながら歌うっていうキャラクターももちろんこの後に出てきたりするんですけど、その踊りもコレオグラファーの方に発注をして、実際にダンサーさんに来ていただいて、演奏シーンを撮るのと全く同じ手法で実際に曲を丸々踊ってもらって、それを撮影して丸々その振り付けをアニメーションに起こすっていう作業をやっていただいているので、そういったところもなんか見どころの一つじゃないかなと思います。それでは演奏シーンの作画についてもっと深くまで覗いてみよう。演奏シーンですね。キャロルがあそこ 3D になるギターケースを持って部屋で弾いてるっていうシーンの今動画を、なんで 3D になるそのギター部分だけでないんです。 3D の作業が別なんですよ。そう、ギターが 3D で、キャラが作画なんで、作画と 3D をこう挟んであげたりする必要があったり、こう動きをリンクさせてあげなくていけないものがあるんで、そこでのやり取りがなかなか難しくて、この実写と見比べて動きをチェックしているとか、
本当に細かい動きなんか抜いてあげるとかして、なるべくセルの動きに寄せて作業してる感じです。結構みんな苦労してますね。アニメーターさんが、まあ、最初にラフな絵を上げてくれて、でチェックしたものを戻して清書してもらうんですけど、演技が合ってるかとか背景とか衣装がその決められてた設定と相違ないかとか、そういうところをチェックしたりとか。今回は背景が SF 的で難しいとかっていうのもあるのと、実写的なアングルも多いんで、だいたい今回は先に 3D で背景の絵はこっちで作成しちゃって、それアニメーターさんに渡して、まあ、特に演奏シーンとかは動き多いですし、今のところやっぱり担当していただいたアニメーターさんも皆さん上手い人ばっかで、ほとんど直さずに済むみたいな感じのアニメーターさんが参加してくれてるんで、動くのが見るのが好きな人たちがすごい満足してもらえるものになるんじゃないかなと思ってます。こだわりの演奏シーンにチャレンジする渡辺総監督、その右腕となるのはアニメーター出身のこの人。街の設定が割とこう結構特徴的だと思ってて、こういう街で生活しながら音楽を作るっていうのはどういう感じなのかなっていうのをこう結構丁寧に見せていってると思いますので、そこら辺がこの作品の面白いところかなと思います。曲を作ってるシーン、曲を作ってる時のそのもののシーンだったりとか、そういうのって割とこう今まであんまりアニメで見たことがなかったなと思ってて、まあ、この曲に関してはベニーシングスにお願いしてるんですけども、ベニーシングス自体も初めての発注ですと。で実際それが入ることによってすごくこう臨場感が増すというか、やっぱりこうミュージシャンってこう完成するまでにやっぱこういろいろ悩んだりとかする時間ってあると思うんですけども、それをちゃんとアニメーションで表現、してるシーンがあって、スタッフ一同ちょっとこうグッとくるシーンではあって、ぜひそこは注目していただければ。作曲シーンの舞台となるのはこのキャロルの部屋だ。もともと南軍はこのぐらいの感じだったんです。もうちょっと弾いてみせたいということ で今このぐらいに弾いて、柱のなめ込んでたりとかでこの分の足りない分を書き足して、なるべくそのいいカットにしようと思うと、最初に思ったのよりこれの方が効果的だって思うと、そういうのが何点か出ることはあります。光を印象的にキャラクターは可愛く、そういう趣旨で光の感じは現実とちょっと違うような、何か人工的な光みたいなのをイメージして。そして絵作りの最終工程を任されている撮影監督に話を聞くことに。本当に絵作りに関しては最後の最後になりますね。でこの後編集さんが完成した単品の絵をつなげて一本の一話数としてまとめてくれるという形になります。今回キャロルがスケートボードに乗って街中を走るので、背景のまあスライドがかかってキャロルがスケートボードに乗って進んでってるように見えると、カメラがどういうことを撮ってるかっていうのを表現していく、まあ、そこが多分撮影の一番大事なところだと思います。まあ、女の子2人が主人公っていうこともあるので、まあ、光が綺麗に見えると、画面が綺麗に見えるといいなと思って作業してますね。まあ、非常に個性と才能がたくさん集まってくれた作品なんじゃないかなと思ってます。音楽っていうものが、まあ、物語にそのものになっているのではないかなと僕は思ってます。やっぱりそれがキャラクターのバックボーンにつながっていたり、お話の核心に音楽っていうものが当然絡んできているということなので、まあ音楽を聴くように作品を見てもらえると非常に嬉しいなと、音楽っていうものと向き合って作っている作品なのかなと思ってます。キャロル&チューズデイストーリーオブミラクル、最終回はついに音楽アニメーションに命が宿る。